相原九一郎は日本の洋画家、埼玉県川越町を生まれ、冬の北海道の市場を描く洋画家の第一人者と言われた、新製作協会会員、埼玉県川越町に生まれる、父、茂吉、母、吉、本名は相原九太郎。成果は農産物の卸問屋で恵まれた環境だった。1936年、 川越商業学校卒業。商業学校の商業美術担当教師から油彩を学んで、東京美術学校進学を志すが、父親の激凛に触れ、家業を継いだ。1940年、21歳で兵役につき、第二次世界大戦中は、旧満州やフィリピンを転戦。1944年、フィリピンからの帰還途中、 登場した飛行機が沖縄沖に墜落。重傷を負って漂流していたところを救出される。戦後の1948年、仕事の関係で多くに秋代に出会い、抑えていた海岸熱が再燃。同年、井の熊源一郎に支持する。1950年、白いビルで新製作店初入選。1961年、北海道に車生旅行に出かける。 満州での体験を蘇らせ、自身の原風景を発見する。1963年、ゲニア、ノサップで、第27回新政作協会展新作家賞、受賞。1968年、新政作協会会員になる。1974年、第1回東京国際具象会がビエンナーレ招待、出品。1996年、 北海道火星群中札内村の中札内美術村に相原九一郎美術館開館。2002年、記事の川越市に九一郎が自作を寄贈した川越市立美術館が開館。同館内に相原九一郎記念室が設けられるとともに開館記念として相原九一郎の世界展自然の市場展が開催される。 相原久一郎美術館 AB 線検知里2002相原画伯の北野十名山一堂に、川越市立美術館でジロジロツアーショー江戸新聞、川越ホット2019年5月22日閲覧。ありがとうございます。